アストロドームはアメリカ合衆国のテキサス州ヒューストンにある世界初のドーム球場 MLB ヒューストンアストロズのフランチャイズとして使用されることを目的に1965年に建設された1968年からは NFL ヒューストンオイラーズもこの球場を本拠地にした当時のアストロズのオーナーのロイ・ホフ・ハインツは 古代の地中海世界にあった7つの驚異的建造物を指す世界七不思議を意識して世界8番目の不思議と形容するほど当時としては画期的な球場だった。球場所有者のハリソ軍に支払う高額の使用量が世界9番目の不思議とアストロズ側に揶揄されたことがある。2001年にリライアントエナジーが命名権を買収しリライアントアストロドームに改名したが アストロドームと呼ばれていた。2014年1月15日、歴史登録罪に登録された。MLB では1962年シーズンから、ヒューストンに、ヒューストンコルト45スというチームが誕生し、ナショナルリーグに参加していたが、当地の気温が非常に高く降水量も多いという気候の問題や、夏場の蚊の大量発生などから、より快適な環境で試合をという考えのもと、 1965年に世界初のドーム球場を建設。宇宙基地があることから、球場名もアストロドームと命名され、チーム名もこれに合わせてヒューストンアストロズに変更したという経緯がある。屋根の高さはベイブ・ルースが売ったとされる史上最も高いフライから208フィートになった。建設途中では当時メジャーリーグ一のノッカーと言われた、 フィリーズのローバックコーチが何度もノックを打ち上げ、打球が天井にぶつからないか入念にテストした。当初は自然光を取り入れられるように屋根には4000枚以上の透光性パネルを使用し天然芝が敷かれた。しかし特にデーゲームの際に太陽光が守備をする選手の視線を遮る恐れがあるということで急遽屋根をアクリル製に変えた。すると今度は 天然芝が枯れてしまう被害が出てしまった。そこで繊維を利用した人工芝を世界で初めて開発し、それをアストロダーフと命名。以後世界各地のスポーツ施設に採用されるようになった。しかし、施設の老朽化が著しくなったことなどから、まずオイラーズが1996年シーズンを最後にテネシー州へ移転。さらに、 野球の原点である天然芝屋外型球場への回帰が進んでいくこと、そしてアストロズの低迷を背景に1999年のシーズンを最後として、MLB の公式戦での使用が打ち切られ、アストロズは新球場、エンドンフィールドへ移転することになった。その後、イブリアフェルのヒューストンエナジーが2006年まで本拠地としていたり、 アメリカで有数のキリスト教伝道団体にまで成長したジョエル・オースティーン・ミニストリーズによって毎週の礼拝に使用されたりしたが2008年に老朽化のため閉鎖された2014年1月15日歴史登録罪に登録されたハリケーン・カトリーナからの避難所として使用されるアストロドームありがとうございます